ブドウにはレスベラトロールという栄養成分も含まれています。なんだか馴染みのない成分ですよね。レスベラトロールはポリフェノールの一種で、ブドウの渋みの原因となる成分です。レスベラトロールには血管拡張反応を改善して、動脈硬化を防ぐ効能、認知症を予防する効果、肌のターンオーバーを正常化する働きなどが期待されています。以前は長寿遺伝子と呼ばれるサーチュイン遺伝子を活性化させて寿命を伸ばすのではないかという発表がありましたが、近年では臨床実験によりその効果は見られなかったとされています。ただし、レスベラトロールはブドウの茎や皮から抽出されるエキスですので、摂取するには皮ごと食べられるブドウを食べるか、ワインなどから取る必要があります。次回はブドウに含まれ、肉体疲労や病虫病後に適している栄養素を紹介したいと思います。